皆さんこんにちは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はバンカーショットの打ち方です。バンカー苦手な方って意外と多いんじゃないでしょうか。今日はいくつかのポイントを、紹介して、それをやることでバンカーショットが上手くなりますよっていうような感じで説明していこうと思います。ではやっていきましょう。まずバンカーショットのポイント、これ顎ちょっと低めのバンカーなんですけども、打ちたい方向に対してまずリーディングエッジ、ここですね、ここを向けて構えるようにしましょう。若干フェース面が上を向くような感じです。でここから足を埋め込んで土台をどっしりさせます。でちょっと手と体の感覚は近めです。これでバンカーショットをするアドレスができました。ここからですね、体がこのように持ち上がらないようにずっと胸が下向いた状態で打っていきます。そうすると綺麗にエクスプロージョンでき、ボールが飛んでいきます。インパクトで下向いてる状態で打つ、体が起き上がるのは NG。 いわゆるバンカーショットが苦手な方っていうのは、高さを出そうとしすぎて打つ瞬間にこのように胸が上を向いてしまい、上手にボールが打てないというパターンがあります。そうなってしまうとミスするだけなので、必ず下を向いたまま、このように下向いた状態で砂を叩くようにしていきましょう。はい、後ろから目標方向、その辺ですねにリーディングエッジを向けて構える。で胸が絶対に下向いたまま打ち抜く。はい、でこの下向いたまま打つと怖いんだよねって、出ないんじゃないかなって思ってしまう人いると思うんですけども、その下向いたまま打って出ない人っていうのは、大体このようにインパクトで止まっちゃうんですね。バンカーショットのスイングですので、インパクトで止まるのではなくて、必ずこのように振り切っていきましょう。振り切ることができて初めてバンカーを成功します。バンカーショット怖いなって思うかもしれませんが、これは撤退なしです。下向いたまま脱出が最優先ですからね。振り抜いて脱出する、これを徹底しましょう。はい、本日の動画は以上となります。この動画が役に立ちそうだなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。